中央アジアの独裁国家トルクミニスタン、白と金で彩られた街アシガバード。この国すべてが興味深かった。カスピ海に出て向かうは火の国アゼルバイジャン。これがカスピ海です。これがアゼルバイジャンの船です。本当ドラクエの世界にいるみたいです。ここは食堂です。フェリーで船の初めての夕飯です。食事です。で、貨物船なのでこのように貨物が置いてあります。右はアゼルの国旗です。ここは船の船頭の部分です。でっかいロープとでっかい鎖があります。カスピ海、本当は晴れてて欲しかったですけど、でも気持ちいいです。プレイで初めての国境越えです。いや違うな、予定より1時間早くアゼルバイジャンに到着しました。アゼルバイジャンに入国です。雨が降っております。ずっとなかったジャンクフードを食べ続けております。アゼルバイジャンです。現在私はアゼルバイジャンのバクーという町にいます。首都なんですけど、街並みがヨーロッパみたいな場所です。だいぶ雰囲気が変わりました。今日は12月の3日、もう街中クリスマスムードになっております。Bizim ümumili liderimiz tərəfindən qurulmuşdur. Və hər il o əlilliyi olan şəxslərin deyil. İndi Azərbaycan bayrağı. Azərbaycan bayrağı. バクーの旧市街観光します。 And what is your from? Chinese? Japan. Japanese.
ソ連時代のバッジとお金がありました。キルギスでもあったと思いますけども、ここにも売ってました。さっき踊ってた子たちが着てた服が置いてあります。わあびっくりした。ハラショー、かわいい。結構観光地化されてて、お土産屋さんがこんにちはお土産さんがいっぱいあります。旧市街は城壁で囲まれています。その中が市街地になっております。バクーを象徴するこの変な塔が見えました。街並みはすごいおしゃれになってきました。夜景が素敵です。これが、旧市街の外側です。この間旧市街散歩したので今日は違うところを回ります。綺麗な街です。バク、おー、かけるしゃでもや街の真ん中でチェスをしています。強そうなおっさんの、後ろに見えるのがフレームタワーというバクーの有名なビルですめちゃくちゃ危ないんですけど、綺麗な景色が見えてきました。アメリカのジェイミーさんという方にまさかのこんにちはハロー、こんにちはまさかのフレームタワーに侵入です。 Sorry, it's dirty. Yeah, it's okay. Sorry. But let's see my...これから夜景を見に、ちょっと移動します。まさか、フレームタワーの中に入れるとは思いませんでした。この階段を登りきるとこんな感じの夜景になっております。